全然ちょっと映ってない。もう散歩行きたくてしょうがない。そうか、じゃあ行こうか。はい、これから散歩行きます。なんで行くか、ちょっと分かる？手編みの洋服のマフラーなくしました。なくしちゃったよ。10分どう？ほら、あ、かわいい、かわいい、かわいい、似合ってんじゃん。なくしちゃったよ。10分家にあるのか、もしくは散歩中に落としたのかちょっとわかんないので、今からちょっと散歩がてら、確認しに行こうと思います。行くぞ、チップ行くぞ。一緒に行くで、一緒に行くで、一緒に行くで、一緒に行くで。この柵がこう、ちょっと乗り越えてね。ね、一緒に行くよ。はい、一緒に行くんだって、一緒に行くんだって。このコブレイブがないよね。チップが走ってるのに落としたの。その可能性がある。あるよ。基本走ってる時、自分前なんだよね。前にいる。ああ、前にいるけどさ、急いで二人して走ってるからさ。ああ、ね、うんこ。いや、やめてあげて。あれからマフラーなんですけど、家中探してもなかったです。せっかくママが何日かをかけてね編んでくれたんですが、なくしてしまいました。で、こちらはなんと1日2日でまた新しいのを作ってくれました。よかったね、シュプ。喜んでないけど。チップ、つけようか。あざした。チップ、チップお願いします。チップお願いします。おやつで釣らなきゃ多分無理よ。逃げたんだけど。なんでチップ？なんでソファーの下に逃げんの、チップ？なんでチップ？チップ？なんでソファーの下に隠れんの？あ、でもボール見てる。チップ？結局おやつに釣られるっていう。はい。ああ、ピンク女の子っぽくて可愛いじゃん。よしよしよし。ちょっとね、取れにくくするために長く編んでねくれたのと、ちょっと分かりづらいけど、これ穴に入ってるんですよね。これね、穴に入れてさらに取りづらくなってるので、チップがブルブルブルってやってもまあ取れないのかな。いい感じ。チップ、今度はなくさないようにします。お願いします。勝手に。かわいいね、かわいいね。あ、もうお腹すいて、うーっとお腹すいてんじゃん。